もう本当になんでまだ覚えないのってことをずっと繰り返すことになります。だいたい100ぐらい厳選されたものを覚えてればほぼ対応できると思います。最初の数分間だけ見たらだいたいカバーできるんですよね。なるほど。はい、どうも、ゆうしんです。今回はですね、こちらにある通り中学受験専門塾ジーニアスに来させていただきました。こちらジーニアスという塾はですね、謎に包まれたような感じで興味のある方多いかなと思うんですが、なかなかこう表にね情報が出てこない塾でして、今回はその塾長の松本先生にお話を伺えるということで来させていただきました。本当はねジーニアスについてもいろいろと伺っていきたいんですが、松本先生社会のね先生です。社会について皆さんよくある悩みがあると思うので、それをですね松本先生にぶつけていろいろとお答えいただけたらと考えております。ということで動画をお楽しみください。それでは行きましょう。はい、で松本先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。社会といえばっていう形で、もう中学受験の業界で本当にね名を馳せてらっしゃるというところですね。今日はもう本当社会についていろいろとお伺いしていこうと思うんですけれども、まずちょっと松本先生軽くですね、はい、ご紹介の方をお願いできますでしょうか。あ、はい、1982年生まれですね。中学受験の動画ですからね、中学受験ってことで言うと、はい、私大学1年生の時からアルバイトしてまして、うん、もっと言うと実は浪人してるんですけどね、はい、大学1回失敗しちゃって、うん、浪人中から塾のアルバイトしてるんですよ。勉強せずって感じですそれを言うとこれ聞いてる受験生がねあるんで、まあ勉強もしながらということにはなってますが、はいはい、よくね雇ってくれたと思いますけどね。だから塾業界ということになると、本当18歳からずっともう二十数年間やってるという感じ で、はい、で大学1年生からアルバイトをして、大学3年の終わりぐらいだったかな、イジニアスを立ち上げたメンバーの一人だったということで、社会人経験ゼロという、はい、ものでございます。はい、では今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、一応やっぱり科目としてはメインは社会を担当されてらっしゃるんですよね。うん、そうですね、はい、まあ、基本何でもやりたい人なんですけど社内的にはね一人教科の方がこう専門性が高いというふうに見られますからね、はいはい、ですから、まあ、社会を教えることがほとんどですね。はい、そうですよね。松本先生といえば僕もね本を出させていただいた実務教育出版さんからの合格する授業、はい、そうそう、はい、実務教育出版さんつながりが、ね、編集者も一緒なんですよ。そうなんですよということで、ちょっと間接的なつながりもありつつ、僕の中では松本先生といえば本のイメージもありますし、ジーニアスという塾の塾長、そして X でのご活躍っていうところで拝見はずっとしておりました。はい、はい、ということでですね、まあ、今回コラボさせていただくということなんですが、以前からお声掛けさせていただいてて、まあ、ジーニアスさんの取材だったりとか松本先生のお話伺いたいですってことはね、結構もう去年とかもっと前ぐらいからもしかしたらね2年ぐらい前でしたかね、ありましたよね。はい、すいません、いろいろ断ったりしていやいやいや、まあ、いろいろとご事情があったと思うんですけれども、今回どうしてエルカミノの村上さんの動画ありましたよね。はいはいはい、でエルカミノの村上さんとは以前からいろいろとこう一緒にやることがあって、はい、今だとつくこま模試を共同で開催してるんですね。でそれでつくこま模試で毎年 2,3 度会うもんですから、ユーシンさんの動画出てあげてよっていうふうに言ってあ、まあ、村上さんそう言うならそりゃっていうふうな、実はちょっとそういうところで今回そうなんです、はい、お休憩しました。村上先生にもありがとうございます、はい、まあ、村上先生はねまたエルカミノという、うん、これまた尖ったですね、うん、塾をされている先生で、そちらの動画もね上がってますので、そちらも改めて見てほしいなと思うんですけれども、うん、今回は社会ということで、はい、社会って僕のチャンネルではですねあまりこうピックアップして扱うことはなかったんですけれども、うんうんうん、結構やっぱり悩まれてる方は悩まれてる科目かなと思いまして、そのあたりこう10個ですねよくある悩みをお持ちしましたので、はい、本音でお答えいただけたらと思います。もちろんです。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ということでまず一つ目なんですけれども、はい、社会の用語を漢字で覚えることをめんどくさがります。対策はありますでしょうかということでですね、これもあるあるですよね。はははありますね、はい、まあ、まず小学校4年生の一番最初が結構重要だと思ってまして、はい、小4で、まあ、社会始まる時期多いと思うんですよね、うん、まあ、小3ももちろんねやってますけども、はい、都道府県名と県庁所在地名を最初漢字で書けるかどうかっていう、はい、もうそこなんですよ、はい、そこでちゃんと書くの当たり前だよねっていう習慣ができてしまえば、うん、その後それなりには書けるようになるもんなんですね。でそこでひらがなでいいっていう妥協をしてしまうと、まあ、結局その後も妥協することになりますから、はい、まずは小学校4年生の最初っていうのが大事になってくるかなと思います。おっしゃる通りだと思いますね。やっぱ最初のね新潟県とかですね、そうあの辺はやっぱり漢字がそこで嫌がるからって言って、うん、もうひらがなでいいよっていう風になってしまいがちだと思うんですけど、うん、社会の用語をひらがなで覚えるってい う, もう癖がついちゃってる子が 5,6 年生で困ってるような印象確かにあるんで、うん、まずはじゃあ4
年制度。そうですね、まあ、もちろんね霞ヶ浦とか、はい、別に覚えなくてもいい感じもあって、はい、妻恋村とか、はいはい、何でもかんでもってわけじゃないんですけども、まあ、ある程度漢字で書くっていうのが常識だ、うん、当然だっていうふうにしておいた方がいいですね。とはいえ多分これに悩まれてるということは、はい、そもそも小5か小6で書けないってことだと思いますから、まあ、一つ方法というかですね、私考えるのは、はい、いやじゃあ書けなくてもいいんじゃないっていうのも実は小5小6だったらありますかね。そうですか、うん、結局漢字で書くのに時間がかかるからそれで社会が嫌いだとかやらないって言うんだったら、まあ、もちろん例えば人名だけは漢字で書こうとか、うん、まあ、マイルールを決めて、うん、都道府県名と県庁所在地だけは漢字だとか、うん、そういうのを決めた上でそれ以外の用語に関してはとりあえずひらがなでもいいからまず覚えるというのでもいいと思ってます。結構救われる方いらっしゃるんじゃないですかね、そうすると、うんうん、と思いますね。実際例えば、うん、あの国立の学校だったら、はい、学習指導要領、小学校の学習指導要領の範囲内の漢字しか出さないとか、うんうん、これ結構学校によって違うんですよね。そうですよね、うん、例えばあの昨年ある女子校を受けるお子さんがいらっしゃって、はい、漢字を書くのがそもそも苦手というか、もうちょっとそういうこうなんというかあの診断を受けるような、はいはい、そういうこともあったお子様をお預かりしたんですけれども、えだったら漢字指定がこのレベルしか出ない学校ありますよっていうふうに言ったら、やっぱりそこは結果的にですね、いろんな学校を見る中でその学校になったんですけども、うん、全然こう苦労しませんでしたし、うん、つまり漢字で覚えなくていい、でもひらがなだったらちゃんと書けるわけですよね、うんうん、だから塾の小テストとかだとやっぱり50点とか60点になってしまうんだけれども、はい、内容としては8割9割理解している子だったわけですよ。で結果的に入試の時にもしっかり合格を勝ち取っていたとかありますから、うん、過去問を見てどこまで漢字が必要なのか、本郷中学校を受けるんだったら、はい、もうそれは漢字を覚えなきゃねって話になりますし、はい、うん、記号を中心の学校、まあ、例えば青山学院が本命だとかですね、国立の学校だったりとか、はい、だったらそこまで、うんうん、別に漢字やらなくてもいいんじゃないってところもあると思いますね。なるほど。多分5年生ぐらいの段階って一番保護者の方が入試の問題もあまり触れず、うん、ただ塾の先生から漢字で覚えなさいねって言われたから、うん、子供にもそれをやらせてるってパターンが多いと思うんですけど、意外とまずその段階でもゴールをちょっと気にしてみて、うん、少しねあのネットで問題を見てみたりとかするとまたちょっと意識が変わるかもしれません、ね。本当その通りなんですね、まあ、塾の先生の立場としては漢字書きなさいって言います、はいはい、あの今日も授業中に言いますよね、はい、歴史の授業なんですけど言いました、はい、でそれはやっぱり、ね、どの学校を受けるかわからないっていうのがあるから、全体向けにはそういうふうに塾の先生の立場としては言いますけれども、じゃあご家庭として、うん、じゃあここまではいらないんじゃないかとか、ちょっとうちの子はあまりにも書くのが苦手だからそこに書ける時間があるんだったらもっと算数やりたいとか、もっとむしろ国語の漢字の勉強したいとかいうこともあると思いますので、はい、もうそこは個々に合わせてやっていった方がいいと思いますね。ありがとうございます。はい、それでは続いて2つ目になりますけれども、はい、4年から5年夏までに習った地理の知識を5年の夏以降歴史を学ぶ際に忘れないようにする取り組みはどのようにしたらいいでしょうか。なるほど。これからの時期ちょうどまさにそういう時期なんですけれども、これ、ね、今の1個目の質問と回答に似てるかもしれないですけど、はい、じゃあ忘れちゃってもいいんじゃないっていういや、そうですよね、まあ、だって例えば地理が終わって歴史やってるわけですよね、はい、まあ、歴史集中してやって、はい、まあ、その間に、ね、この親 の, この感覚としては地理もこう最低限は、ね、はい、覚えておきたいっていうのあるんでしょうけども、はい、どうせ忘れますからね、どうせ忘れてまた6年生になって復習して思い返して、はい、また忘れて覚えてをまあ2回3回と繰り返して最終的にゴールに間に合えばいいと思ってますから、はい、まあ、無理にその地理と並行してやるっていうのが、うん、どうだろうっていう気持ちもなくはないんですね、うんうん、まあ、ただ意外と4年レベルも忘れるんですよ。はいはい、そうですよね、うん、白地図からやり直しみたいになりますよね。そうそうそうなんです、はい、だから5年生で例えば歴史をね、はい、やっていくうちに地理も並行してやりたいってなったら、うん、いや5年レベルのことをやるからこう負荷が多いのであって、うん、じゃあ4年生のテキストとか、うん、4年生の問題集とかを、まあ、ちょっと時間のある時とかにやってみるレベルで十分ですね、うん、はい、じゃあその白地図レベルの知識は少しだけ覚えておくようにするといいんじゃないかなっていう、ね、うんうん、そうですね、もうそのレベルで十分だと思いますね。どうですか、例えば、はい、トイレとかの前に、はい、その地図を、週替わりで貼っておくとか、はいはい、そういうのいかがですか。あ、もうお子さんにもいると思いますけどいいと思いますね。でもまあどうせ見ない子は見ないと思うしまあどうでしょうね、好きな子はね、あのビッグカメラとかでもらえるなんかあの日本地図あるんで、はいはいはい、あれ正月になるとね、うん、
もらえて、あれをずっと見てる子もいますし、でああいうのありますよって保護者が見たら、いやうちの子はあれ見たけども、あのビッグカメラの店舗だけ覚えましたみたいなねなんかあるんです、まあ、山手線とかってね、はいはいはい、で子もいますからね。どうでしょう、まあそういうのがでいけそうな子だったらやればいいし、それだとやらないって子もいますからね、うん、少なくとも神経質になるほどじゃないってことですねと思いますね。目の前のことをまずしっかりと一つ一つ勉強していって、まあお子さんは忘れるもんだっていうふうなことを思いながら、またタイミングを見て覚えてっていうふうにしていけばいいんじゃないかなと思ってます、はいはい、これから歴史始まりますけれども、はい、歴史を頑張ってください。そうです、そうですね、はい、はい、ありがとうございます。では3つ目になりますが、塾で年号の教材が配られる、これは歴史の話ですね、はい、ますけれども、覚えた方がいいでしょうかと。この年号はどこまで覚えるか問題、うん、これも結構ね話題だと思いますけれども、確かにいかがですか、うん、覚えた方がいいか覚えなくてもいいかって言われれば覚えた方がいいに決まってるんです、はい、ただこれもお子さんによるかもしれません。で私、まあ、中学受験しましてね、うん、もう今から30年ぐらい前の話なんですけど、はい、得意だったんですよ。そうなんです、ね、通常覚えるのが得意で、まあ、当時はね当然スマホもなければ携帯もないんで、あの親のやつとか、あの職場とかね電話番号を全部頭の中にこう入れるタイプだったんですね、はいはいはい、だから年号も全部丸暗記できたんですよ。だから、ね、すっごい楽でした。並べ替え問題とかもう全部わかってるしっていう。そうなんですよね、うん、これ並び替え問題を年号を覚えて解くタイプと流れを理解しながら解くタイプで結構全然違うじゃないですか、うん、そうですね。もちろん塾の、ね、考え方としてはそれは流れで理解して覚えるのが、うん、覚えるというか対応するというのがベストだっていうわけです、はい、例えば日清戦争があって、でそれでまあちょっと不満を持ったロシアが三国干渉して、はい、でその後日英同盟を結んでイギリスのバックをもとに日露戦争に向かうっていうのが、うん、はい、中身が分かってれば当然答えられるんですけど、でも現実問題として年号を丸暗記した方が楽だっていう風なケースは結構ありますね。ありますよね、はい、ただこれも覚えてくれない子もいるわけですね、はい、でつまり数字をそもそも覚えるのが得意ではないという子もいたりしますから、うん、そういう子に無理強いしてももう本当になんで まだ覚えないのっていうことをずっと繰り返すことになります、うん、だったら6年の秋までは我慢して覚えてなくて今いいと、でも6年の秋になったらやりましょうっていうので、5年の段階でそんなに詰め込んでもねっていう気がしますね。じゃあ最終的にはその数字がいかにも苦手っていう子じゃなければ、うん、6年生の秋以降は取り組んだ方がいいわけですね。あ、もう取り組んだ方がいいですね。語呂合わせでも何でもいいです、うん、数字をそのまま覚えられないんだったらもうなんかのネット上に転がっているの語呂合わせでも何でも面白いものがよくて、うんうん、泣くようぐいす平安京がまあね一般的だけども、はい、泣くよう坊さん平安京でもいいし、はい、なんと見事な平城京と言いたいところだけども納豆ねばねば平城京でもいいわけです、はい、もう何でもいいから、はい、覚えてくれさえすれば、うんうん、まあそれで役に立つところは大きいと思いますね。なるほど。じゃあこれからもうちょっとしたらもうさすがに年号は少し取り組みましょうねと。そうですね、ただそんなに早めのうちからあの根詰めてやる必要はないですよ。ないですね、結局最終的に入試の問題を解くという時に必要になるので、はい、まあ、5年の間に覚えてるからといって、もちろんそのあのマンスリーだとかね、はい、月例テストとかね、まあ、ジンやサダジーモシとか、うん、点取るためには必要だけども、本当に生かされるのは6年の秋以降だと思いますからね、まあ、その時にある程度覚えてくれればいいし、あの塾で配られるのも塾によって違うと思うんですけど、はい、まあ、100個覚えてれば十分かなと思います。100個でいいんですね、うん、じゃあまずはまあ頑張って秋以降取り組んで、うん、見てほしいですね。塾によって例えば50とか100とか150とか200とかあると思うんですけども、はいはいはい、まあ、大体100ぐらい厳選されたものを覚えてればほぼ対応できると思います、はいはい、ありがとうございます。はい、まあ、次はですねちょっと公民の話になるんですけれども、はい、公民の単元に全く興味がなくて学習が進みませんと、興味がないなりに気合で覚えるべきでしょうかというご質問があった場合、先生どうご回答されますか。いい質問ですね、うん、それはねいます、結構いますよね、はい、はい、全く興味持ってくれない子いて、うん、でこれちょっと私の個人の話になっちゃうんですけど、はい、あの私結構前にあのトライイットっていう、はい、家庭教師のトライグループの映像授業をやることがあって、はい、でそれって今無料で公開されてるんですね、はい、あれの公民編、私が担当したのは中学社会なんですけども、はい、高校入試の社会と中学入試の社会って公民分野ほぼ一緒なんですよ、はいはいはい、問題が、はい、無料で会員登録できるので、それを登録して私の授業を見てください、うん、おとりあえず貼っときますね、じゃあ結構面白いと思います。本当に昔の10年前ぐらいに撮ったやつは、はい、うん、普通にホワイトボードの前でやったんですけども、まあ、会員登録して見られるやつだといわゆるインタラクティブホワイトボード、電子ホワイトボードでやったものがあって、はい、でまあ、そっちの方が少しアップデートされてるし、うん、まあ、それを、ね、見てもらって興味持ってくれるといいなと思いながら、
はい、あの結構、うん、これね言葉選びながら言わなきゃいけないんですけども、はい、中学社会ね、はい、で高校受験の生徒で学力的に厳しい子向けにやってるわけなんです。なるほど。そうするとすごくゆっくりで丁寧で簡単なんですよ、はいはい、でかつ動画も1本15分以内で、うん、面白くやってほしいっていうオーダーがあったので、はい、あじゃあ面白くやりますと。だからねそれなりに楽しめるような要素があるんじゃないかなと思ってます。まあ、僕もねトライットさんは、はい、いろんな科目もいろんな単元もあるじゃないですか。でそれでよくねおすすめはしてるんですけれども、うん、やっぱりここでもね実際もうご本人からおすすめしていただけるとね、はいはい、ぜひ見ていただけたらと思います、はい、それでも面白くないと思ったら、はい、まあまああるかもしれません、はい、それはね。えだったらそれはまあ丸暗記でいいと思いますね。あの地理歴史公民ってあったら、まあ、最も丸暗記で対応できるのは公民だと思いますから、はいうんうんまあ、条文の穴埋めとか結局ね、うん、覚えなきゃいけないですから、うん、かつそれは漢字で覚えなきゃいけないですね、うん、公共の福祉とかね。だからやっぱそういうふうな単語を、まあ、丸暗記してしまってもある程度は対応できるかなと思います。わ、うんうん、かりました。そこは最終は気合いかもしれないですね。そういう意味ではね、はい、まあ、でもそこまでね地理歴史と比べても覚えることもそんなに多いわけじゃないですし、うん、ちょっとでも苦手なのは数字のところがね苦手になる方も結構いらっしゃいますよね。そうですね、150日間とかね、はい、40日後にとか30日後にとか3分の2とかね、はい、まあ、ある程度常識で判断できるんですけどね、はいはい、大事だから3分の2でしょうみたいな、うんうん、そうじゃなかったら過半数でしょうみたいな、いやたまにいるんですよね。その例えば議決をするのに3分の1で言って、はい、いや3分の1少なすぎでしょみたいなはい、はい、それはあなたたちあのクラスの中で話し合いして30人で10人 OK だったら決まらないでしょうみたいな、うんうん、多少常識は半ね、はいはいはい、使って解いてほしいなと思いますが、うん、だそこはまあ、はい、授業のねあの社会の先生が言うような、まあ、覚え方のコツみたいなのも合わせて、うん、こじつけでもね何でも覚えてくださいっていう感じですね、はい、と思ってます。はい、ありがとうございます。はい、それではですね次5つ目になりますけれども、時事問題の対策、うん、いつからどのようにするべきでしょうかということで、うん、まあこれからねいろいろと、うん、あの各塾から時事問題に関してのテキストも出てくること思いますけれども、先生どのようにお考えですか？そうですね、時事問題は、まあ、ジニアスっていう塾だとですね、はい、まあ、時事問題の内容をやるのは冬休みからなんですね、はい、で1月に結構その問題こちらが作った問題を集中的に最後やらせるっていうことで、うんはい、あんまり家ではやってもらわないんですけども、時事問題もちろん出るには出るんですが、あんまり比重は高くないと思いますから、はい、そんなに時事問題を意識することはないと思いますね、うん、それこそあのいろいろニュース最前線とか、はい、まあ、あのいろんな塾、例えばサピックスさんだとか、うん、日野家さんとかいろいろ出しますよね、まあ、あれを何でもいいから自分が読みやすいやつを1冊、うん、秋に発売されたら好きなものを1冊でいいからやってもらう、うん、でどれがいいってあんまりないんですよ。どれが当たるっていうのもその年によって違いますから、はい、うん、だからまあ自分が読みやすい、やりやすいと思うものを1冊やる程度でいいと思ってますね、うんうん、これちょっと話取れるかもしれないんですが、うん、時事問題が出るからといってですね、結構早いうちからニュースを見た方がいいんじゃないか、あ、はい、子ども新聞読ました方がいいんじゃないか、うん、まあ、いろんなねあの副次的なメリットもありますけれども、うん、そういった形でニュースとか新聞とかを読ませようと取り組まれているご家庭多いと思うんですが、うんうん、楽しんで見れて楽しんで読めれば、まあ、それはいいと思うんですけれども、そうでもないなっていうお子さんに対してやらせるべきだと先生お考えですか？あ、まず小学生新聞はハードルがあると思うんですよ、はい、そもそもちゃんと文章を読んでくれる子っていうかね、はいはいはい、読んでくれない子もいると思いますから、いやだったらあの NHK の7時のニュースの最初の数分間でいいから見ようみたいな、9時の NHK のニュースの数分間でいいから見よう、はい、もう最初の数分間でいいからそれだけ親子で見られるときに、うん、例えば塾がない日とか、はいはい、塾から帰ってきたときとか、うん、まあ、それこそ9時のタイミングが間に合わなかったらあの報道ステーションの最初の数分でいいからっていう、はい、その最初の数分間だけ見たらだいたいカバーできるんですよね。なるほど。例えば、まあ、イスラエルと、ね、ガザ地区がイスラエルが、はい、まあ、あとハマスの、ね、争いというか、うん、まあ、そういうのがあるとか、うん、で例えばこういうふうな暗殺未遂事件があったとか、うんうん、でそれって最初の数分間に絶対出てくるわけですよ。だから最初の数分だけ見ればね、だいたい必要なものっていうのは分かりますから、うん、それで十分だと思いますね。そうすると結構最近はねテレビがないようなご家庭も多いな、ありますね。そういったニュースとか時事問題とかに日頃から触れてることやっぱり大事かなと思うんですけれども、うんうん、まあ、先生の話伺ってると先生もそのようなお考えかなと思いますけれども、うん、そうでもねテレビもね、はい、持ってない方結構いらっしゃいますよ ね、 そうですよね、もう見てないっていう方もいらっしゃるんで、うん、ああそうかと、いやだからテレビの話をすると意外とね授業の時に通じないことは確かにあるんですよ ね、 ありますよね。何でもいいんです。例えばその YouTube 上に上がってますよね、
ね、うん、ニュースのダイジェストだったりとかね、はいはいはい、まあ、そういうものをちょこっとこう見せるというふうな、やっぱり映像の方が頭に入りやすいんじゃないかなっていう気はしますね、うんうんうん、はい、まあ、これ見てるってことは YouTube は見られるってことですよね。そうですよね。あ、じゃあ大丈夫ですね。はい、じゃあぜひその何かで、ね、保管するような取り組みみたいなのは、まあ、できるんであればベストかなというところですね。ただ、まあ、時事問題自体は、まあ、割合としてそんなに大きいものではないから、うん、それこそそんなに根詰めてやる必要はないと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。はい、単語で覚えたものを問題形式の中で答えるという練習をまずはしていった方がいいと思います。どこを目指すかによって全然やること変わってくるんじゃないかなと思ってます。塾の授業で出てきそうなところに行けるなら結構それは効果が高くて、